さあ、やるとすっか。やるとすっか。いや、めっちゃ溜めたわ。あご。いや、1000ポイントから溜めた。もういきなりこっち行っちゃってもいいけど、まあ、いいんじゃねえか、とりあえずこれで。もう進化させるぞ、俺は。どんな感じなの？おお、イケメンになってる。イケメンからの？ただ200から攻めていくか、じゃあ。おお。だいぶ変わるもんだな。後頭部胴体。胴体でよくねえじゃん。あ、高いな。あの、その回で多分防御力とか上がるかもしれない。あ、背びれよくね。お、だいぶ。だいぶなんかイケメン臭があれだな。漂ってきたんじゃないのか？もういいんじゃないの？じゃあこれでちょっとどうやるかじゃ。これでよ。これめっちゃいい感じになったんじゃないの？これで。おお、ちょ、ため中してるわ。あ、3段あった！一発で倒せる！めっちゃ強くなってんじゃん。いや、これ倒したわろ。いや、絶対これ倒したわろ。あの、わけのわかんない獣。見ろ、これ、どう思うな。見てくれ、この、どう思うな歩き方。マジで、絶対許さないからな。とんでもない目に合わせなって、もうめちゃくちゃにしてるからもう。バカ野郎、お前もう連打だもん。よろしいぞ。こっちはゴリ押しで行くんだよ。てか、こっちマジ強くね？おい。おい。やめんか。ちょっとまずいな、この場所。あ、でもなんか、ちょっとかわしやすくなってる気がする。おい。おい。これはめれるだろ、これで。やった、いった。おお、肉の塊。よっと。とんでもねえことなんだ。てか、進化させるだけでそんなに変わるもんなの。変わりすぎだろ。なになに？君は誰なの一体？なんか親子みたいなあれだな。見事じゃ！なに、俺試されたわけ。ふざけんな。あんた強いね。力見込んで頼みがあるの聞いて、嫌だよ。嫌だね。聞いてあげてよ。わかって。しょうがねえな。植物たちによって潤っていたのじゃが、異常な進化をした虫ども。ほう。なるほど。植物を狙い始めおった。教授をお願いしても聞き入れてくれず、それとか、わしの仲間までお葬式末。父親も説得に行ったのじゃが、帰ってこん。父ちゃん。なんとかしてくださないか。ええー、待て待てちょっと待てとんでもねえな、マジで。これまた会えんのこれ。ちょ、行ってみるわ。ちょっとあいつらも食い尽くさなきゃもうダメだろ。せめてそれやんないともうダメだよ。今、やり始めたことは、全部やらないとな。なんかでも倒せないっぽいな。この感じで見たら。これなんか裏ルートとかあるのかな。なんでお前は足を殺したんじゃみたいな感じで。魔界ルート入るかもしれない。ちょっととんでもねえとしたら。そしたら面白いな。もう闇ルート行くよ、したらもう。俺はもうとことんまで。プロトファーストマルナーバリー。はあ。ゴキブリの先祖、マジで。お、すげえ、早っ。やべえな、しかもこのやつ噛みつきたくねえよ、もう。噛みつきたくねえ、こんな。やめんか。まあ、このまま行っちゃってもいいかも。そんな無理にたらか。あ、でもここもすごい稼ぎ場じゃない？めっちゃ稼げんじゃん。もう一気に行っちゃおうぜ。まさかこんな奴らが出てくれたなんてな。あいつらもとてつもない進化してる。なんで人間ってあれなんだろうな。昆虫に対してなんつうの？昆虫とか虫に対してなんか拒否反応みたいななんか示すんだろうな。よくわかんねえな。相当異質なのかな。よくわかんねえわ。なんか俺昔本当平気だったんだけどな。縄張り。あの上のやつ、やばくね？仲間やられてんじゃん。危な。で、やばくないね。なんかこうでかいの。つぶてみ。でももう連れて、やばそう、助けないと。助けなきゃ。な、やられてるやられてる。ちょ、もうマジこれ。やばいやばい。やばい、待て。ふざけんな、お前。お前、ふざけんな。やば。じゃあ俺が食うわ。てめえ、ざけんじゃねえ。あのわけながんねえよ。なんかこの謎の物体は。てか、このステージなんか一個一個なんかあれだな。あの、結構広いか。その大量になるパターンだろ。守りの土地。いえ。これやばいだろ。これバイオベースじゃん、これ。お前ら全員バイオベースに連れてかれんじゃん。で、これからなんか変ななんか、眉みたいなやつに閉じ込められて、最初はあったかいんだけど。最初はあったかくてとても気持ちいいんだけど、だんだんなんか、それが靴に変わって、あーみたいな。いでーみたいな。殺してくれみたいな。
そんなこと言うべきじゃない俺は。俺はもう気が狂いそうだ。なんか負傷してんじゃん。なんでそうなってんの。大丈夫か。説得しようじゃん、このざまだ。共存の大切さを教えてやれるものか。うん、私はもう死ぬ。集めたお肉を食べてくれ。強くなったお肉を8金を倒してくれ。大陸に再び緑が蘇るだろう。息子の間が、ああ、お前、あれか。いやー、なんでそんななんかさ。なんでそんなすごい展開が来るわけ。恐ろしい。じゃあやるしかないでしょ。どうもなご。どうもなご生きていけよな。じゃあ行くわ。多分相当やばいんだろうな。これがあるってことは相当、さらに。ツノッツがまず、じゃあこれやってないか。あ、こっち高いね。めっちゃ高えな。背びれ。角。まあ、いや、とりあえずこのまま、これで様子を見よう。また溜めてちょっと。顎。全然見えねえ。何がどうなってんの。やばい、なにこれ。何このわけなかの物体は。じゃあ、ここにいるってこと。ちょっとや、危ねえな、こいつ。野蛮極まりねえぞ。あ、なんか色が違う。あれ、卵のなんか色が違った気がしたけど。なんだ、こいつら。なぜ俺から逃げてくるのか。お。あ、これどうなってる。マジで見えねえんだけど。ちょっと、あ、そういうことね。ここにあれが、こうか。ダンス、あ、違う、ちょっと待って。こうで。いや、めっちゃ部屋真っ暗にしたからな。上の方通れるよな。通れそうな感じするよな。それともこれ全部倒さなきゃダメなの。え？いや、戻れば何かしらあるパターンか。そういうあれでもない。多分何も変わってねえよな、おそらくな。戻ったところで。あ、いけないな。絶対あるじゃないかしら。よくわかんねえんだよな。また京都の要する、はい。あ、目の進化しておるな。クリスタルの力借りたのか。クリスタルの大きくしてもらった我々が生きていくには、こうするしかなかった。お前知ってるな、お前は。力ずくでもやってみろ。これやばくね、やばくね、やばくね。ちょっとあれ、やばそうだな。ちょっとなんか、何かしら。2000。何かしら俺は強化しなきゃまずいかもしれない。ちょ、待て待て待て。顎。どうも、足りねえ。若干足りん。ちょ、やばい、やばそう。あ、これ。何やってんのお前。ドンキーコング、ドンキーコング。は？いや、ちょっと待ってくれ。おかしいだろ。うわ、もったいな。もったいねえ、これ。うわ、どうしよう。ちょっと稼ぐか、じゃあ。もったいな、これ。やべえな、あいつな。ちょっと一回、じゃあ、顎。どう思うだろう。まあ、でも、短期決戦行ってもよくないか。わはは、すげえことになっちまった。とんでもねえぞ。夜欲しいな。こうやったやの、じゃあ、ウーパーにしよう。あ、めっちゃ、お、なんかすぐ上がってる。ジャンプ力が半端ねえ。他は？バネ、背びれ。じゃあ、これやっちゃおうか。あ、トゲってみる。そんな変わるもんか。おー、すげえ、なんかブンブンできそうじゃねえか。あ、でもこんだけジャンプ力からあれなんじゃない、落とせんじゃないか、あいつ。落とせるべ。てくてん、てくてん。お、いきなりあれなんだ。これ逆にやりにくいかもな。こんだけジャンプ力あったら。ほっ。お、めっちゃ強くなってる。しかもこれやりやすい。ほっ。はめろ。こいつあれだ。こいつのターンにしてあげない。俺がはめ続ける。俺がはめ続けることによって、まあまあ、おっと、めっちゃ弱いじゃんけ。なんじゃそれ。よっしゃー、この分だとまだまだありそうだな。で、これで何、奥に行けばいいの、それとも手前に行けばいいのか、それとも報告しに行けばいいのか。あ、行ける。行ったぞ、ついに。面白いな。この誰だ、一体。トンボのメガニューラー。
おう。ハチキングのやり方は虫が好かなかったもんですから、そうなの。いいことしやしょう。強い敵はいませんから進化しなくても安心ですよ。次の砂漠にいる砂食い虫は絶対倒せない。よくて逃げた方がいい。なるほど。待てよ、お前は。持ち上がろ、お前。ふわぁ。まあ、じゃあこのまま一気にいっちゃうか。ててて。ちょっとチラ見だけしよう。あ、この、あれがやばいんでしょ？あ、これが倒せないってこと？もうやばそうだな。あの、こんだけの、まあ、いけるでしょ。このジャンプ力さえあれば。確かになんか、やば、見た目やばそうだもんな。てん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 。やめて、やめて。とんでもないことやめてくれ。おお、これなんだ。あ、これあれか、あの、あれだ。進化戻れるやつか、確か。なんだこいつは。まあ、とりあえずあれだろ。倒せないってなんか食らったらやばいのかな。まあ、とりあえず当たら、まあ、あら、中古がちゃんと聞いた方がいいな。まああれだね。そこそこには食らうか。まあ、とりあえず超えたな。てあ、ずいぶんあれじゃん。飛ばすな。じゃあ、あとステージ2個ぐらいか。2個もないかもな。これどうしようもないかもしんね。お、なんだなんだ。そんな体でこれからやっていけねえぞ。走るんじらずで。マジで。待てや。おはは、強めっちゃ強え。今の見たか、今の。バーンつって。やばい、どう猛すぎる。とんでもねえな、あれ。いや、おかしいだろ、こいつ。どうなんその攻撃的。あ、こいつなんかあれだな。新しいやつだな。あ、こいつはもらっておこう。あっぶな。ひぃ。岡田くんじゃねえ。岡田くんじゃねえ。とんでもねえな。マジでとんでもねえよ。今度何？いや、危な。なんかやばそう。これ、そうやって襲ってくるんだね。ひぃ。よし、この武者もらっていこう。上から行こう。ちょっと怖すぎるから。ほっ。ほっ。余計な問題ないだろ。いや、でもこの分って言ったらなんかボスやばいんじゃないかな。さっき14からあったからな。あ、でもこれラストっぽいよね。まあ、行くだけ行ってみましょう。時の扉の砂漠？何それ？お前さっきのやつか、お前。おう。我々昆虫類の言うことを聞けば良いもの。ハチクイーン様！やば！絶対いるだろう。リマジット使っとこうぜ。なんか使えるやつある？ちょっと微妙だな。トゲ割れの。胴体。2000欲しいけどな。まあ、でもしょうがない。ねえもんな。ね、このまっすぐ行けば出てくるわけ。お。あなたね、私の旦那、ハチキングを倒した両セルとは。おう。俺だ。昆虫世界の秩序はボロボロだわ。ボロボロになるのは不公平よね。あなたら両生でもボロボロになってもらいましたね。初めにボロになってもらうのは、お前これだ！頼むかとき面白い。どう？いきなり、不意打ち？あ、つ。つ、いきなりすぎだろ。まあ、あれだろ？いきなり来るからな。それ、いや、ざぶね。こいつあれか。いや、はめればいけそうな気がするんだよな。はめ切れれば。あ、風の周りか。危ね、危な。3発撃ってくる。そして突撃。ほれ。で、撃ってくんだろ。そして襲ってくると。ほ。いいぞ。いいパターン入った。いいぞ。いったわ。はっはっはっは。なんじゃ、蜂蜜。500! 自然のバランスはこれで元通りになるじゃん、マジで。彼らに食い出された植物もやがてその数を増やし、地上は緑に溢れ、地上が、住みやすい世界になっていくでしょう。再び新しい体を与えましょう。爬虫類の体。いろんなタイプに進化できる可能性を持って不思議な体。マジで？与えたのこれドラクエじゃないか。ドラクエの境界じゃないか。おほほはは。ちゃんと見えねえ。あ、でもこんな感じなんだ。すげえ。なかなか面白いな。てかてかてか。そしてさらなる場所へ。私は旅立つんだな。そういえば何？ハチキンがクリスタルの力で大きくなったと言いましたね。体を大きくするクリスタル。そのようなものを作った覚えはありません。そう気になります。別のなんかあれがいいのか、なんか作ったやつが。
お、ついにあれか、試練を超えてさらに進化した者たちの、まさに力の世界。彼はその強さへこう呼ばれることになるでしょう。恐竜と。絶滅への道。ついに来たが、第三章。敵強くなりそうだな、この感じでいったら。お、なかなかいい感じだね。よし、では、さらばだ。